とということでやってきました北陸カスタムカーショーピン金沢ですね、うん、そうですね7月2728の土日2日間で石川県の産業展示館の4号館ですねいよいよスタートとまあここが正面の入り口になるんですかねそうですね、はい、駐車場にお車を止めていただいたらそのまま入っていただくとこういう感じになってるっていうところですね,ですねまあ当日券とかもあるんですかね そうですね,前売,ですね前売りもあるし、当日券あるし、はい、でここからちょっとこう右の方に来ていただくと、ここ,こ,とね、ここ正面の入り口で、すねここ正面の入り口でまだね、今日始まる前なんで、はい、初日が、まあ、こういうふうについたてできてますけど、多分なくなると思うんで、はい、そうすると、ですねここをこう入っていただくと、ですねもうそこなんですよ、はい、ここなんですよ <laughs>、はいはい、もう迷うことない。 ということでここがクールブースですね。今回ねエアホースジャパンさんにも来ていただいてるんで、はい、あのエアホースさんもちょっとこうね共同ブースみたいな、はい。まあそういう感じになりますかね。はい。こういう感じですね。まあ車が6台ありまして、はい、まあ正面に4台、そうですね。裏側に2台ですね。そうですね。でその角に、うん。ここの角が商談スペースだったんですかね。そうですね。はい、この垂れ幕の 奥,奥ですね、うん、ここがグッズ売り場であったり、はい、ホイール展示してたり商談ブーストじゃあちょっと1台ずつ見ていきましょうか見ましょうか、はいまあ本当新作たくさん、はい、ほぼ新作みたいな感じで来ましたんでじゃあこれから行きますかはい、はい、40の黒のベルファイア下にねクルーズのこれねクルーズブランドのエアロパーツがついた、はいまあ、まずシンプルなエアロですねはい、はいまあ、ボンネット変わって このボンネットスポイラー変わってグリルが変わって、はい、そしてこの下のディフューザーということでフロントだけでも4点変わってますからで新車コンプリートは774万円という感じですね、はい、もう価格ズバッと今回入ってますからそしてこのホイールこれも新作ベルズホージドネクサスシリーズねはい円盤、はい、ホイールですこれこれぜひね実物を間近で見てほしいなと、はい、22インチです そしてこの分割式のサイドディフューザーですね。はい、はい。これ今あの、ユニバーサルステップ対応の、えー、サイドディフューザーが完成したんで、はい。ユニバーサルステップが付いてる方にも装着いただけますからね。はい。デザイン同じです。押して、エアホースさんのエアサスでフルダウン。して、リアはリアウィングとリアのディフューザーと4枚のこうピンが付いてると。はい。こういう感じですね。 これまずベルファイアじゃあ次こっち行きますか次がですね、これですね、はい、60プリウスのワイドボディ東京オートサロンのカスタムカーコンテストの最優秀賞、セダン部門ですね、取ってる車です。ちょっと色は違いますけどね、まあ、市販ベースでいくとこういうイメージということで、はい、ワイドボディ、ディフューザーが2枚、押してフェンダーのカナードからサイドのディフューザーから。 オーバーーバフェンダーみたいなワイドボディですね、はいうん、でホイールが今回、超新作初お披露目、はい、VRF01R のサンドブラックですね、ザラザラ塗装のブラックで、この折れ角がやばいと、どんと折れてるともうかなりこの色目でもスポーティー度が上がるかなと、20インチの 10J のプラス10が入ってます。 そしてトランクスポイラーとフルバンと6本出しのマグラ、こういう感じですね。えこういう感じですね。で、エアホースさんのエアサスでフルダウンとで。ちなみにこのワイドボディのコンプリートカーは585万,、はい、万円、はい。新車ベースでこちらでいけますという感じですね、はいはい。じゃあ次いきますか。じゃあ次、Z ですね。少し前にねこののクルーズの エアロパーツ、ディフューザーエアロでデビューはさせていただいてたんですけど、はい、ようやく来年からですね、うん、新車オーダーが再開の見込みということなんでこれからかなり盛り上がってくるんじゃないのかなということで、うん、ちょっと新,車新作のホイールを入れてね今回展示させていただくとちなみに新車コンプリート635万でいきますのでこうですね。は、ね、はい、はい このエアロとホイール、車庫帳までパッケージングされて、635万でいけますからね、はいはい。そしてこちらも新作の VRF の 01R、R35GTR とこの Z 用に開発したサイズラインナップ、20インチですね。はい、これもガダッと落ちて まあ、リアなんかすごいこう根茎部が深いのが分かってもらえると思うんですけど、で単造のワンピースなんで、はい、もう非常に軽量なんですね。はいはい、だからもうあの、こういうスポーツカーに履いていただくには、もってこいの、はい、ホイールになるんで、で、まあ、フロントからエアロがこう入ってきて、はい、サイド、で、このトランクスポイラーが3分割ですね、はい、左右とね、それからこのバンパーの下につけるディフューザーと。 マフラーも,、ね、もうあの市販モデルがあるんですけど、はい、ちょっと付け忘れてる感じですねノーマルのままあの <laughs>、はい、来ちゃったって感じですかねう、はい、もうあの車検対応のマフラーはリリースできてますんでということでこれが Z ですね、はいはい、ぜひじっくり見ていただければというところですかねそれから今回の北陸カスタムカーショーで初お披露目になるのがスペシャーシアカスタム新型新車のコンプリートカーの価格233万円。 これで16インチの2ピースのホイールとそれからエアロ3点が入ってこの値段という感じですね。押してこのエアロですね。これは第1弾で実は NBOX をリリースしてまして、はい、デザインは同じ流れで作ってます。はい、共通化してますね。はい、でこの PP ウレタン製のこのハーフタイプエアロになるんでとにかく割れにくいです。うんめちゃくちゃゃくそれからもうフィィッティングは ピタッと密着フィットなんで、取り付けも楽だし、はい、気合いの入ったエアロですよ。これ、まずフロントですね。ですごく低く見えるんですけど、純正から10ミリしか下がってません。だからほとんど純正と変わらない高さで、まあ、ちょっと上の方からつけることで迫力アップしてるというエアロですね。はい、で、サイドステップ、ここは純正です。はい、で、そこにかぶせて装着する、まあ、ちょっと2段に見えるようにデザイン、アレンジしてるサイドステップカバーですね。はい それからリア行きましょうかリアもこの被せるハーフで、まあ、結構でかく見えるんですけどはい、はい、これも純正から10ミリダウンですたったで全長はね前後合わせてもう3センチ以内の延長なんであんまりこう延長もしてないんですけど結構ねやっぱ上の方から被せてるんで迫力あるかなとちょっと翼風のね翼風の羽になってるという感じですね、はい、そしてエエアアホーススさんのエアサスで ローダウンして、はい、ベルズの DDR の01の16インチ5本スポーク、フカリム入れてるんで、まあ、こういうイメージ感でカスタムして乗っていただけるって感じですかね、まあ、ちなみにあのノーマルホイールとかでも似合うエアロパーツっていうのがテーマになってるんでエアロパーツだけ装着してのご購入もおすすめですねその場合はね207万円ですコンプリート価格ーガエアロ付きだとねという感じですかねじゃあ次、はい、奥の2台いきましょうかはい ちょっとでかい車並べてるんで今回ですねこういうショーに持ってくるのは初めてのランクルとでホット初お披露目のトライとまあブースイメージはこんな感じですね<え>こうねトラス立てて、はい、カタログもいっぱいありますそしてこれがランクル300はい出来上がったばっかりこんな感じですねはいはい。はい これね今、新車オーダーストップ中なんで登録済み未使用車いわゆる新古車ですね、はい、もしくは走行距離1万キロ以内の中古車をベースに、はい、コンプリートカーでご購入いただけるんですよ。その場合が1099万円ですね、はい、1000万超えです、これは ZX のガソリングレードをベースとしたパッケージングで、はい、まあメーカーオプションも含めると194万2000分のまあオプションがこの1099万の中に含まれるという感じですね。なるほどはい、はい で含まれているオプションが、ね、このまずハーフタイプのエアロですね、はい、これ、あのデカめにガバッと被るんで、かなり迫力アップできるんですよ、それからこの22インチの単造のワンピースホイール、これが9本ですね、うんうん、9本スポークの、まあ、今回初お披露目のホイールになるんですけど、はい、これもサンドブロンズカラー、そして22インチのオールテレーンのタイヤですね、ちょっとオフロードっぽいゴツゴツ系のブロックタイヤの22インチを組み合わせると。そして こういう感じですね。まあ、リアウイング、はい、はい、かなり純正ライクな、うん、シンプルな感じのデザインに仕上げてあって、はい、そして。リアバンパーの下部にこう被せるハーフタイプですね。はい、そしてこれはマフラーのカッターになってます。かなりでかいんで迫力あるよという感じですか？じゃあ次行きましょうか。ラストの車が。三菱さんのトライドトドラックですよ。トラック初じゃないですか？はい 初っすねこちらは本当、新車コンプリートカーでご購入いただけます、これ585万円ですね、ねはい GSR グレード、はい、まあ上級グレードの方を使ってのコンプリートなんですけど、うん、これちなみに、うん、トライトンって、納期はどうなんですか、はい、納期はですね、おおよそ3か月ほど、あ早いすすねねそうです、ねまあ、長くても、まあ、半年はかかんないと思いますね、あそうですかはい今、やっぱりかなり人気で売れてるみたいなんで。うん はい、ちょっとこういう、ね、タイプ、日本では珍しいじゃないですか、ただあのない、中とか、ね、座ってもらえば分かりますけど、運転しねすごい高級感あるピックアップトラックですね、で、走破性はもう三菱さんのお車なんで、抜群と、オフロード性能がね、まあ、そこに、はい、このエアロですよ、はい、純正バンパーの下にこうつける、こういう、出っ歯型のデ、はい、ィフーザートですんで。 逆ぞりしてますよね、はい、逆反りしつつこうこっちにも反ってるという感じで、はいはい、ただねこれねハーフタイプみたいにかぶせる感じで装着するんですよ、はい、バンパーに、うん、だまあ取り付けも楽なんですけどねこれがコンプリートカー価カ格含まれますよと、はい、それからこれね18インチですはい、はい、でダンロップさんのオールテレンタイヤーグラントレック85とこの クールオリジナルのベルズブランドのね、はい、クロスシックスというホイール、はい、これも価格に含まれます、はい、こういうねプラスチックのプレートがこうついてましてこれを外すと普通のフカリウムホイールになってでこれをつけるとコンケーブホイールに変わるというね、はい、こうツインスポークになるでこの色を変えると結構存在感が全然変わってくるんでちょっとこのプレートのカラーアレンジで楽しんでもらえればなっていうホイールですかねオーバーフェンダーは純正ですねそうですねこれれ装着されてるんですよ、はいで 羽ですね。羽、羽、羽これですね。これあのコンプリートカーにはオプションになりますけど、空洞の羽になってます。はいはいはい。はい。ちょっとこういう感じですね。そうですね。でちょっとこの辺は気にしないでもらいたいんですけど、あそんな見えないっすけどね。あ見えなかった。はい。マスターモデルでここに塗装用のジグを立てて、で塗装したんで、ちょっと剥げてます。製品の場合はしっかりと綺麗に塗られてますから。まあこういう空洞があるっていうのがミソで、このスタイルバーですね。 このリアのゲートにつく、はい、これ GSR のグレードに標準装備なんですけどそうなんですか、はい、あこれはまた別のパーツなんですねそうなんですよ純正パーツですよね純正パーツ、はい、このグレードだと標準についてくるんですけどこのスタイルバーの上にこう装着するとで、えー、ビス止めを予定しておりますでこのリアのアンダーディフューザーですねこれはもうかなり実は横を被ってくるので長いんですけどう で少しこう後,ろ後方にかけて反り上げた感じで、はい、まあここは逆に下にこう落ちてくるような感じの、うん、こうワイドに見える感じですよね。はいはい、割とこうトラックってこの、ね、リアの辺りがシンプルなんで、うん、まあ少しこう下がる感じでスポーティーっていう感じですかね。はい、一応車の紹介は以上になりますかね。ねじゃあこっちのちょっと商談ルームの方行きましょうか。まあ、こここここににグッズうういう風にね分かりやすく見やすすくく見展示してあるのと、はい、ここが 商談テーブルですね、はい、受付がこちらと、席いっぱいありますから、あの疲れたら座っていただいて OK みたいにね、空いてればね。で、うん、デリカミニ、はい、これ、イメージですけど、クールスタイルキットシリーズの第3弾ですね、スペーシアカスタムに次ぐ第3弾は、229万でのコンプリートカー販売、<れ>スタートしますんで、すこれ、ここエアロでしょ、ココエアロでしょ、グリルエアロでしょ、はい、サイドでしょ。 でリアのガーニッシュ、リアアンダー、あと給油口なんかもちょっとね、面白いのを作ろうかなという感じで、はい、ちょっとこう、アクティブ感のあるエアロデザインになってるんで、うん、アウトドア系のイメージにね。はい、そしてこれ、ホイールですね、イルこれがスペーシア等に入っている DDR01 ですよね、はいはい。そしてやっぱりクールといえば、このベルズホイールの2ピースブランドですよね、はいはい、KCV シリーズ。まあ、こういういちょっとコンケーブの ホイールにフカリムで履けるみたい、ねはい、それからこれがプリウスとか Z に装着してる超軽量の超コンケーブホイール、はい、01R ね、うんはい、でこの辺はランクル用です、はいはい、そしてこのトライトンに入ってるクロス6シ,シリーズとかでワンピースホイールとか、はい、まあこういう感じで、はい、ラインナップ持ってきてますんでねで今回、はい、まあ商談会とということで やららててもらっいいるのでで、まあ、こういう特典ですね、まあ、あのエアロパーツが15%オフとかね、はいえー、ホイールが30%オフとか20%オフとかなっているのと、はい、あと36回まで金利手数料が無料になってますから、はい、この機会にパーツの購入なんか考えていただけるといいんじゃないかなっていう感じですかね。うんうん、そしてこちらがねエアホースさんのエアサス、はい、スーパーパフォーマンスキットとこれダイヤモンドキットの方ですね。こう展示してあるので まあエアサスのことをお聞き,、ね、お聞きしたい方は、エアホースジャパンさん来られてるんで、うんはいろいろと質問していただければということですね。はい、それからグッズです。グッズです。ここがグッズエリアスね。グッズエリアスね。はい、ちょっとこう特化物があったりとか、それからこうホイールに入れるステッカーですね。ホ、えー、ホイイーールルにねホイールってあの ちょっとかなり熱持つんで、はい、耐熱のステッカー専用ステッカーが必要になるんですけどこれを作らせていただいたのでもしベルズホイール装着されている方いたら、はい、ベルズホイールブランドとクールブランドの2つありますのでんホイールに貼っていただけるステッカーですね、はい、それからこのナンバーフレームが2種類今出しててこっちがちょっと 3D ナンバーフレームっていって、はい、これかなり売れてますね、はい、ほんであとこれか。 ベルルルズホホイーーーキダすごいです,すねちゃんとねこれね KCV01 だと思うんだけどへ<ー>めっちゃ後継部してるからちゃんとあ本ほんとすね大体10.50ぐらいですかこれあ,ーありそうですね <laughs> ちょっとフカリムですねで横にクールってこうロゴも入ってるんで<ー>これまずねあの1シリーズンシリーズのみからスタートなんですけど、はい、これからなんだってホイールいっぱいあるんでシリーズがはい できる限りちょっと頑張ってリリースできればなと思ってるんでこのあたりも注目ですかねあとカーボンのフューエルキャップとかカーボン系のパーツとかあ他にも写真がいっぱいありますけどそうですね写真と金額が載ってるという感じですかイベント特価になってますからという感じですかね。そんな感じでですすかかここれれはは何ねサブスク会い やっ,てんのやってるんですよあ、えー、とカスタムカーのサブスプリクション頭金0円で,、はい、でカスタムした状態で月々定額で購入できると、うん、で何たって諸、まあ、費用、まあ、例えば車に乗ってると車検代とか自動車税とか、はいはい、あと任意保険とか、はい、余分にかかってくる費用があると思うんですけど、うん、それを月々定額分割で お支払いいいただけると、うん、そういうのののがこのサブスク会良さですねでねいつでも解約もできるんでちょっとショートで使いたいなとか、うんうん、そういう方でもあの向いてるプランですねでちなみにこのスペーシアカスタムでいくともうあるんですねエアロプラン 1>,、はい、1万7100円月額からいけますんでねーボーナス払いが56万入ってたと思いますあなるほどはい<ー>でも1万7100円でいけるんで、うん、これ3年払いにしても2万2800円なんですよあ なぜか5年で1万7100円で、はい、7年だと1万9400円なんですね。はい、これは残価、はい。残価率がまだ新しすぎる車なので、うん、7年目のそのの残価率の設定が弱いんですよそういうのもあって、まあ、5年プランが今のところ一番お得な設定になっているっていう感じですかね、うん、まあでもこれぐらいで定額で乗れるんで、はい、いろいろと買いやすいプランもありますんでね。と、はいうん、ということでまあ これでブースのの紹紹介、車の紹介車は以上になりますかね。まあ、今回は本当にあに新作の車、うん、エアロ、はい、ホイールほぼ何かしら新作がついてるんで是非是非見ていただいて検討いただけるとっていう感じですかねもちろんねクール全店舗でも先ほどの大償段階と同じ特典受けれますんでこの2日間ですね是非最寄りのクール店舗の方にもお越しくださいとあとですね この機会に重要な告知を一つさせていただきたいんですけど、はい、重要な告知っていうか重要な訂正ですね実はですね以前の動画で、はいえー、クール香川丸亀ストアですね、はい、クール、えー、初の四国上陸店舗なんですけど、はい、ここのグランドオープン8月24日でご案内をさせていただいたんですが、えー、9月の14日にちょっと延期させていただきます。ただですねお店の方は 8月の24日ぐらいからお客様に来ていただけるようにあのいわゆるプレーオープンですね、はい、この方法はスタートしていきたいと思っているんですけれどもちょっと工事であったりとか、まあ、あの社内の研修であったりとか、まあ、そういうちょっとスケジュールがタイトになってしまったので、はい、ちょっと、えー、先走って僕があの言っちゃったんですけど、ままあ、じゃあお店自体は8月24日からやってますけども、はい、オープニングイベントだったり、はい、まあグランドオープンというのが。 9月の14、15、16が3連休なんですよ。あなるほど、はい、あそこがグランドオープニングデーみたいなです、ね、そうなんですよ感じになるとここでオープニングイベントをやらせていただきたいと思っているので近日ですね、あの今の建設の模様であったりとか、まあ、店舗の紹介をまた別動画でやらせていただこうとは思ってるんで、はいるのでよろしくお願いしますと。ということで本日は北陸カスタムカーショーの ご紹介でした。ありがとうございました。